リス。どう？お花、なかなかいい感じに飾れてるでしょう。うん、とっても素敵。でしょ？そういえば、さっきエアリスの家の方に神羅の人がいたわよ。ほら、黒いスーツの怖い感じの人。ごきげんよう。待ち伏せ？エアリス、これが新しい友達か。新しいって人聞きが悪い。なるほど、魔鋼の目だ。レノンをやったのはこいつか。俺だったらどうする？事実確認、上長に報告。行こう。ルード、悪い人じゃないから。その通りだが、エアリス、俺たちは舐められたら終わりだ。悪く思うな。思った通りだな、うん、タークスなんて見かけ倒しだ。お前もな。暴力反対。私の出番。そこから狙える。俺がどうする。ほっといてくれない。できない。ここで仕掛ける。隙をつく。やるな。帰る気になった？いや、楽しくなってきた。落ち着いていけ。頑張るね。まだある？仕事だからな。人は選んだ方がいい。貫く。そっちは任せる。私の出番。当たれ。クラウド、強いでしょ。これぐらいのやつはゴロゴロいる。一緒にするな。いいとこ。そっちは大丈夫？止めてけ。ない。追い打ちだ。見せろ。お願い、今日は帰って。そうもいかない。おい、ルード。お楽しみのとこ悪いが、7番街スラムの件で緊急要請だぞと。今すぐ戻ってこい。わかった。事情が変わった？そんなところだ。しばらく家にいてくれ。それ苦手なの。
待ってて。やっぱり来る？花と話して、というそんな一日でした。行こう、お母さん待ってる。花、なんだって？お疲れ様って。嘘、何も聞こえない。でもね、ううん、何でもない。どうせ信じないから。だろうな。一応聞こう。本当？あ、あと少しって気するんだ。お花、何か話したがってる。何か言いたいことがある。そんな気するんだよね。でも何か足りない。あと一歩届かない。だから聞こえない。私いつもそう。そして諦めちゃうの。そんな風には見えない。諦めるようには。それはね、今日は頑張ってるもん。何かあったのか？さあ、行こう。返事くらいしてやれ。お花、なんて？お疲れとかなんとか。うん、お疲れ様。帰っちゃう？いや、もう少し。もう帰っちゃう？ああ、もう十分だ。遅かったじゃないか。一体何してたんだい？ごめんね、いろいろ回ってきたから。夕食の準備ができてるよ。あ、運ぶね。だったら客間の準備を頼むよ。はい。クラウドはくつろいでて。あんた、その目、ソルジャーなんだろう？元ソルジャーだ。悪いけど、何も聞かずに今夜のうちに出てってくれないかい？あんたたちは普通の暮らしと引き換えに力を手に入れたんだろう。欲張っちゃいけないよ。お待たせ。ご苦労さん。お腹空いただろう。ペコペコね。
本当に立派になって。そんなんじゃあれだね、女の子もほっとかないだろう。別に。都会にはいろいろ誘惑が多いんだろう。ちゃんとした恋人がいれば母さん少しは安心できるってもんだ。俺は大丈夫だよ。あんたにはね、ちょっとお姉さんであんたをぐいぐい引っ張っていく、そんな子がぴったりだと思うんだけどね。お望み通り出ていくさ。どうしたのクラウド。いや怖い夢でも見た？でも夜明けまで待ってね、ちゃんと送ってあげるから。ああ。今度は見つからないように。休んでてって言ったでしょ。ほら部屋に戻って。ああ。だから。行くのかい？7番街へ行くにはどうすればいい？6番街を抜ければいいのさ。簡単だろ。途中に危ないところもあるけど、ソルジャーなら問題ないよ。元な。あの子にはもう関わらないでくれるね。わかった。ありがとう。すまないね。お花屋さん、今日は子供たちを助けてくれてありがとうね。もうみんなソルジャーソルジャーって大騒ぎ。エアリスにもお礼を言っておいてちょうだい。ああ。遅くまでご苦労様。マコーロが爆発した時の音が。
チョコボの洗剤、早速使ってみたわよ。